はい、皆さんおはようございます。珍しい入りでしょう。今日はね、いつも仕掛けられちゃってる僕、今日仕掛けてやりますよ。今日はちょっと渋谷でね、これ以外の撮影の企画あるんで、一応待ち合わせしてて、今待ち合わせとちょっと違う場所で待ってるんですけど、でも絶対この道は通るであろうってところで僕はスタンバってます。何をするかって、この見てください、財布。ほら、諭吉が明らかにいっぱい入ってる財布を、しかもちゃんとカードもあってさ、ガチ感を出してるんですけど、この明らかに入ってる財布をメイス選手来たタイミングで、もう僕演奏するんで、落として、こんだけ現玉目の前にしたら、まあそのままポッケ入れちゃうでしょうっていう検証をやってみますよ。もうあの全身さ、入れ墨男はさ、さすがにもうポッケ入れるとこを見て、もう好感度爆下がりしてやろうっていう、そんな企画ですよ。もうこれですよ。どうよ、みんな引っ掛けてやりましょうよ。今日はよし、皆さん変装終わりましたよ。今ね、 A 選手と電話して、この道もうすぐ、この先で待ち合わせしてるんで、ここ曲がってくると思うんで、ね、今スタンバってみましょう。もうすぐ来ると思うんでね。いやー、緊張すんな。落とすよ。5、4、3、2、1、落とした。よし、もうバレちゃった。いや、もうバレちゃった。もうバレちゃった。何かなんだよ。何これ。めちゃめちゃ金入っとるよ。なんでこんなすぐに盗もうと思わなかった。いや、ビッグチャンスです。これ、てかもう見た目も怪しいし、やばいし。いや、でもこれ、でも分かんなかったでしょ、ちょっと。いや、分かんないけど、結構入ってんなと思ってこれですよ。なんで一瞬で、なんか、ためらいとかなかったよ。いや、ちょっと。これ、ある意味、よしってなんか。いやいや、であんま分かんなかった。なんかもう、パッてやったパンみたいな感じだったけど。あ、もう中身とかあんま見ないで。でも怪しいよ、本当に。え、普通にこの変装はもう怪しかったっけ。いや、怪しいでしょ。なんだよ、みんな。俺、もうこれでさ、この時で好感度爆下げされてしまうと思った。いやいや。一瞬だよ、みんな。いや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 。一瞬。やばいね、これ。やばいやつだと思う。すごくないですか、これ。もうかなりもう、俺持ってる金全部入れたぐらい。もう、や、マジかよ。こんな一瞬だよ。ドッキリっすか、何これ。いや、今日はさ、もうそこにさ、仕掛けてさ。あ、これね、これ取りましたね。ちょっと早くて。これは全く分かんない。いや、分かんないでしょ、こんなん。ちょっとさ、表情とか撮ってさ、迷ってる顔とか撮りたかった。いや、まあ、冷静に考えれば、こんだけ金入ってて、この格好は結構、もう話しかけるのは嫌だよ。もう、話しかけたくない。しかも変なもんも入ってそうだよね、なんなら。いや、マジで。で一瞬だったからそこまであれしなかったけど、でもマジか、返す、目の前に1割もらおうとかも考えなかった。交番届けて、いや、もうとっさだった。マジか。違う、目の前にバッと落ちたから。マジかよ、みんな。この男は正義の男だよ。いや、取ってた、取ってた、ただの正義の。マリーだったら取ってた。俺は、まあ、俺には仕事上はさ、返すよ、返さないといけないから。でもさすがにその量は
ちょっと下心がちょっと迷いがしょ。でもさ、電話で分かんなかったでしょ。なんかあいつなんか やるとか分かんない。いや、分かんないでしょ。で、バディがドッキリやるなんて、まずそもそも頭にないから。そうそう、この男は崩せなかったぜ。俺だったら取るでしょ、普通の。まあね、普通のこの全身撮影男の人のイメージは。それはちょっと偏見ですよ。偏見通りになってくれよ。これじゃちょっと良くないよ、逆効果だよ。モテちゃうじゃんよ、これ以上。いや、別にモテ、ほとんどの人が届けるよ、さすがに。目の前に立ってる。例えば道に本当に落ちて誰が落としたか分かんないみたいな状態だったら、ああもうまずは交番だし、ああ、まあ、1回はこう入れなきゃいけないじゃん、カバンに。そうだ、ね、とかなるけど、目の前にバッて落ちてるからね。目の前は取りづらいか。でも渋谷でこうブーッと関係したら、まあもう2、3人目でもポッキー入れるよ。リベンジするぜ、好感度爆下げしてやるぜ。なんでそれ、好感度下げてどうするの。爆下げしてやるぜ。目的何。目的はない。今日は初のバリーさんのドッキリ。汗かいたもん。背中初だよ。って感じで、まあ、ありがとうございました。ありがとうございました。